亀山発電所は、広島県朝郡亀山村大技今井電事長尾にあった、明治末から昭和にかけて稼働していた水力発電所である。明治45年7月8日より送電を開始した、大高は水系における最初の大規模水力発電所であり、大高は本流での最初の水力発電所である。現在は、大高は漁業共同組合が建物を所有し、 事務所として使用している。明治時代のレトロな赤レンガ作りの建物が周辺の豊かな緑と対比をなしている。日本における電気事業は明治20年に東京電灯株式会社により始まった。広島では明治22年に広島電灯が設立され、明治十七年に旧市内大手町に。当時の電気の利用は旧市内の経済的に余裕のある。 中流以上の過程で、用途も照明に限られていた。その後電力需要の増大に対処するため、広島大田川電力株式会社が設立され、明治43年10月に着工、明治45年6月に竣工し、7月より送電を開始した。出力は2 1 0 0ットで、当時の広島の電力の総需要を満たし、それまで稼働していた火力発電所は停止された。 大高は水系での最初の水力発電は、明治35年に山形郡掛町の尖閣者河野元武場、井野原両江門らによる大高川支流の日の戸川で始めたもので出力は5キロワットであった。亀山発電所ができるまでは、旧軍部では前日の明治35年の掛町を除いては、伝統の利用はなく、利用のあった旧市内でも各家庭に一等の利用であったが、 この発電所の稼働に伴い、電気料金は約15%値下げされ、より広域に電力供給され、電力の用途もそれまでの照明用に加え、動力用の利用も始まった。広島で、広島電気軌道により、路面電車が開業したのは、亀山発電所での発電開始から4ヶ月後の同年11月であった。大高は水系以外の広島近郊では、 明治32年に黒瀬川に高発電所、明治40年矢渡川に河内発電所が開業していた。発電所の設置場所は大田川の中流域にあたり、広島市中心部から直線距離で約12キロの地点で、大田川が大きく幾度も W 字のごとく多行している。東発電所は水路式発電所で W 字の起点部分にあたる。 数キロ上流に水流を斜めに仕切る席を設け、取水口を設置し、全長2670メートルの水路により、発電所へ水を供給した。発電所には3組の水車と発電機が設置され、出力2100キロワット後に2400キロワットの電力を供給した。発電開始から60年間、度重なる洪水による被害や滑水による出力低下などを乗り越え稼働してきたが、 昭和47年の大水害を契機に老朽化した発電所の創業は翌年3月に停止した。戦前の亀山発電所亀山発電所は1912年の春工より60年間発電し1972年に停止したが、縦やは一世紀経った今も利用されている。同発電所は幾度も水害にあっており、 創業開始後8年目の大正8年7月には床上2.5メートル以上浸水し、昭和18年には7月に2メートル、9月には最大の3.5メートル以上の浸水があった。建屋の正面の壁に8回の洪水の水位が記録されている。同発電所の廃止の理由の一つとなった昭和47年7月の洪水の水位は約2.5メートルであった。 発電所の建屋は、平時の大田川の川もより、数メートル上にあるので、最大の洪水であった、昭和18年9月には、川は10メートル近く増水したことになる。以下、広島電気遠隔市広島電気経験、小休館より、ありがとうございます。